はーい、9時30分ですね。日付は4月18日のまま。また手紙来てる。また手紙来てるね。すげえ来るな。これでマールも起きてると思うので、容体を見に行きますか。先にね。俺系住人が寝てるな。自宅前で。何時ぐらいに起きんだ、あいつら。マール、マール。大丈夫かな？家の中にいるってこと、ああ、震えてる？震えてるね。マール。まだ？長引くね。コホンコホン。もうダメ。ええー、もうダメ。また悪くなっちゃった？大丈夫？ええー、やばい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 。タナクシータナクシー、薬だ、薬、薬をくれ。これな。お薬だな、もう。うん。買うよ。すっげえ金持ってんね、今俺。今気づいた。この状態でよく俺ブーケとは、ブーケとかと話してた。あ、ああ、そっか。一回売らないとダメなんだね。ちなみに、ちなみに、株はどうですかね。これを売る。安くなってる。やばい。やばい。下落の一途を辿ってないか。これは、これまずいね。やめとこう。まあ、マールがね、治らない限り一日ずらしでずっとやっていくんで。ちょっと、でもこれ以上下がるとまずいな。この辺で売っといた方がまだね、被害を、まあでも結局、金ね、1万ちょっとでしょ。今俺6万持ってんだよ。多少損こいてもいいか。そんなことより薬だ、薬。まあ、あれは苦しんでるんだ。邪魔だー、ブチ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 。マールや、マールや、マール大丈夫、コホンコホン。苦しい。ぶり返しまくりだな。薬だよ。薬ちょっと良くなったはずなのにな。おー、大丈夫か？おかげで少し生き返ったような。マール、まだ震えてるね。かわいそう。かわいそう。あなたが来てくれると勇気が湧いてきます。マール、マール。もう次の日にするか。早くね、治ってほしいんだけどね。なかなか治んないね。手紙は？手紙何を来てる？ああ、博物館ですね。ステゴの尻尾。これは新しい。次、プテラノドンの右翼、どっちだっけ？どっちか持ってないんだよね、まだね。足跡の化石ね。はいはいはい。ステゴの尻尾寄贈して、あと、お！すげえ、来てない。二つ？三つ？三つだ、わーい。荷物がいっぱいだ。これは何ですか？それは、緑のカーディガン。これは持ってた気がするなぁ。もらっとこう。これは？あ！シックな振り子時計。これも持ってるね。これかなりいいアイテムだった気がする、でも。もらっとこう。これは？転がる草って何？転がる草興味ある？もらっとこう。引き取っていただけるんですね。うん。いい仕事してんねえよ、マリさん。三つとはなかなかだね。そういえば、聖一さんが来るのって今日だったっけ？画家の聖一さんが来るっつってたよね。変わったことは？三丁目二番地。かの有名な放浪の画家、聖一画伯を目撃した、との情報を受けております。誰が伝えてるんだろうな。本館も先ほどお目にかかり、結構な、あ、壁紙をもらえるんだ。壁紙をいただいたであります。三丁目二番地ってどこ？ここか。よりによってここに来てんの。
ベジミチブーケ地帯か。なるほどね。行ってみますか、じゃあ。ほい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 。あ、何かがチラチラ見える。聖一画伯って聖打ちなんだ。ベジミチ見てみろ。なんか怪しいやつがいるぞ。あ、話してるね。話してるね。あ、挨拶してたよね、今ね。うっすみたいな、おっすみたいなのやってたよね。おはよう、稲葉くん、ひょう。うん。お前、いい服着てんな。そうだ、君の用事は何だっけ。僕、お魚釣るの苦手だけど、魚拓を取るのは得意なんだ。うん、そうですか。君は釣りが得意だって、なんか、お使いイベントかな。石台。よりによって石台か。確かに今一匹ね、地下室に置いてはいるんだけどなぁ。サラちゃんに言われたら速攻で差し出すんですけどね。石台かぁ。ペシミチに石台か。そうそう、稲葉くん。今度、オムライスクラブ作ったんだ。もう作ったの？すでに作ったってこと？これから作るってこと？よかったら君もオムライスクラブに入らない。いろんなクラブがあるなぁ。ちょっと楽しそうだね。いいよ。誰がいんの？メンツは？やった二人目なんだ。オムライスクラブ、二人目のメンバー誕生だ。このクラブはオムライスの美味しい食べ方を研究するんだ。ああ、そうなの？食べるわけじゃないの、実際に。研究止まりかい。やっぱりオムライスは大勢で食べた方が美味しいと思うんだ。うひょう。うん。だから僕、もう少しメンバーを探してみるよ。そうだね。5人集まったら教えて。その、俺か。君がキャプテンだ。よろしく頼むよ。で？で？聖一さん、腹が減ったでごわす。なんか食べたいでごわす。なんでブーケの家の前でやってんのこれ。そうは見えんだろうけど、1日で5キロ痩せたでごわす。あ、なんか食べ物あげないといけないのかな。なんでもいいから食べるものが欲しいでごわす。あげちゃう。まさか。まさか。これ。選択できないアイテムが一つもないんだけど。聖打ちでしょ？右上にね、ちょうどあのフルーツが落ちてますけど、フルーツよりは、むしろ、魚介。魚介の方が喜ばれるのではないだろうか。これは、どうかな？どうどうどう？お、これは夢にこれのためだったんだ、俺が集めてたのは、ザリガニを。はあ、なるほどね。夢にまで見た大好物のお魚でごわす。お魚ではないけども。本当にいいんでごわすか？お、すっげえ喜んでるよ。気が変わらないうちに、ごっつぁんドゥエース。気が変わるわけないじゃん。おお、食った刺身で食ったね。たまらんうまさでごわす。もう大満足でごわす。お、すっげえウィンウィン。聖一画伯と俺、めっちゃウィンウィン。ものすごいビジネスパートナーになりそうだな。感謝の印にこれを差し上げるでごわす。いらなくてももらっていただくでごわす。あ、なるほどね。物々交換なんだ。グレースさんより全然いいな。お腹いっぱいでごわす。幸せ幸せでごわす。もっとある。もっとありますけど。わーい。ファクトリーの壁。なるほどな。これ何回でも交換できんの？さっきお魚をどうもありがとうでごわす。おかげでお腹いっぱい。幸せ幸せでごわす。一回だけか。そっか。毎日来てほしいね。毎日来てほしいな。お、なってるね。わおわお、イノババ&桃地。お、飛んでっちゃったな。なんかいたんだ。オレンジしか見えてなかったけど。育ってるね。素晴らしい。下の4つがなったね。どうしよっか。これで、3、4、12ですよ。12個。まだ植えていく？邪魔くせえな、これが。これ、燃やせないの？こっち行くか。ここな、通路だからな。あんまりごちゃごちゃしすぎてもね。隣ですかね、もううちんちの。だいぶね、全体的に埋め尽くした感じがしますね。まだ余ってるけど、そろそろ換金始める？
もういいよね、これだけあれば十分だよね。ももちいた。ももち、農園完成。ホスイのババ。うん。なんかももちと喋るの久しぶりな気がすんな。なあ、稲ババ。たぬきちの店だいぶでかくなったな。そうね。でもたぬきちのやつ一丁前に帽子なんかかぶっちゃってよ。かぶってたっけ？スーパーの店員の帽子かぶってたっけ？態度もでかくなったよな。そうなんだよな、あいつ。営業時間も狭めやがって。あの頃のあいつは裸にエプロン、今も裸にエプロンだった気もするけどね。おいらあの時のたぬきちの方が好きだ。そうだな。そうだよな。俺もそうだよ。今のたぬきちは変わっちまった。ナリキンクソデブタヌキ。ってことは、おーらー、リンゴもなってるね。リンゴもなってるよ。うん。いいね。だいぶ、リンゴも増えてきたけど、まだスペースあるからね。リンゴはこの間俺がちょっとつまみ食いしちゃったんで。少ないね。育ってる量が。ちょっと金がありすぎるな。6万5千ベル持ち歩くのは危ない気がする。郵便局に預けに行くか。ゼンさんか。ゼンさんだったらまだ。桜島が寝ているね。請求額2万5千ベルですけど、これでね、もう6万返せたわけなんで。でね、家にまだタイの山が眠ってるんで、あれ売りゃあさ、相当よね。ん？あ、XL じゃない。巨大動物がいる。移動してきたんだ。移動すると、ああ、ダメか。やっぱ1日1回だけなんだね。で、もらった壁紙とか見てみる？ちょっとタイが邪魔なんだが。ファクトリーの壁。壁紙じゃないんだね。ファクトリーの壁にしてみます。ファクトリーってそういうことか。工場ってことか。はぁ。合わねえ。これ喜ぶと思ったのかな、誠一さん。これ微妙だね。これに合う床もないしな。あとは、文次郎がくれた和太鼓ですよね。和太鼓と、和太鼓1マスなのがいいよね。太鼓クラブ作りたいね。ずっぽし太鼓クラブをね、ムーとあと桜島と作りたいですね。文次郎も叩くのかな。あと、これかな。転がる草。お、あー、これあれか。西部劇でよく転がってる草か。そうかな、とは思ったけどね。それ以外ねえなとは思ってたんだけど。カラフルなタンスとかって俺見たんだっけ？でかっ！これ見てねえな。カラフルなタンス。どうやって入手したのかも覚えてない。わー、あー、これはニコバンチにあるやつだ。収納もできる。これはさ、2マス収納家具は6個入れられたりとかしないのかな？収納できるものを6個持ってないから検証はできませんが。でもちょっと合わないね、部屋にね。持ちきれん。持ちきれんが、これ一回売ってこよう。たぬきちー。あれ？帽子かぶってねえじゃん。帽子かぶってないじゃんね。ももちの話なんかずれてない？コンビニの時はかぶってた気もするな。裸エプロンだしね、現時点で。ももちずれてる気がするな。売りに来たよ。まずはこの稲葉&ももちオレンジ、これ4つで2000ベルだよね。高額。何もしなくてもね、手に入るんだもんね。待ってりゃなるんだから。タイですよ。タイがね、木になればいいのにね。これ売るとやべえ。やばいねー。売っちゃう。タイは割と釣れやすいんだよな。で、そう。スーパーになったんで、いろいろ見たいものがあった。新しいね、アイテム売ってるんですよ。これとかなんすか？ペンキ？
あ、屋根。なるほどね。お家の屋根を塗り替えられるんだな、もう。今日逃すとしばらくの間入荷しない。ああ、そうなんだ。塗り替えサービス、あ、高え。意外に高いな。ぶっちゃけ、ここでね、好みの色に塗り替えてもね、ペチミチとか XL が勝手に塗り替えちゃうんで、まあいいかな。これは？これなんか気になってた。デザイン看板。お値段500ベル。お買い得なのね。待って。使い方がわからんな。説明してくんないの？そう。これ買ったら説明してくれる？デザイン看板。毎度あり。確かに500ベルちょうだいします。いや、そうじゃなくて。あ、これこれこれ。看板を使うには、まず看板を地面に置いてから、看板の方を向いて A ボタンを押す。そしたら稲葉さんの、ははー、なるほど。持ってるマイデザインの中から、看板に貼りたいデザインを選ぶことが、これはいい。これはいいアイテムだ。何に使うかは稲葉さん次第だし、いろいろ考えてみてだなもん。なるほどね。はいはい。これ、1日1個しか買えないの。何個か欲しいな。これ使いましょう。これは活用する道がかなりある気がするぞ。いいね。なるほどね。これは？これ。学習帳。これ何に使うの？お買い得なのね。買うか。前のあり。学習帳何に使う？教えてくんないのかい？学習帳。掴む。なんだろうね。家具かな、普通に。あとは壁紙。キッチンの絵か。キッチンシリーズね、大嫌い。一応見せてもらうか。見せて。あ、割といい。割と良かったわ。キッチン好き。キッチン好き。ファクトリーな。壁紙に似合うやつはないかな。あー、これもいいね。どうどう気に入った？これがたったの2000。高いな。高いな。やっぱ床とか壁紙はね、高いっすよね。モダンな障子。ほー、障子ね。あ、いいね。いいね。青タイルの壁。これは？あー、これもいいね。なんか、いいアイテムいっぱいあるなぁ。部屋の模様替えもね、楽しみたいんですけどね。まあ、いっか。あとは、花を買おうか。あれ？木違くね？木、同じのが2つ並んでるんだと思ったんだけど、違うね。針葉樹の苗なんだ、これ。60ベル。針葉樹の苗と、これ広葉樹か。広葉樹。木の苗。あれ、針葉樹とかあるんだっけ？邪魔！あー、これか。これが針葉樹だね。こっちが広葉樹なんだ。広葉樹っていうか普通の木なんだ。あんまり意識せず普通に伐採していた。これ、怖いよな。蜂。蜂落ちてくるんじゃないかってね、ちょっと身構えてしまうんだけど。でも確率はかなり低いのかな。うわぁ！やばい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 ！タナキチ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 ！ひどいよ。ひどいよ。別に何が欲しくて木を揺すっていたわけでもないんだけどね。一番嫌なのが、たぬきちにおそらく見られているっていう。扉開けるところまで行ったんだけどね。どうせなら店内で攻撃されたかったな。たぬきちと一緒に。おい。タヌキチは無反応なの。俺の顔に対して。これあれっすね。一回、多分、セーブすると、セーブしてもう一回ロードすると、治ってんだよね、顔ね。はぁ、なんだよ。デザイン看板って、
この石の上でも建てられんの？地面に建てる、いけるかな？すっげえ微妙な位置だな、でも。俺ん家の前に建てたいんだけど、地面に建てる。あ！いや、そこかよ！そこ。これ抜ける？抜けんの？あ、抜けるんだ。はいはいはい。石の上はダメなのかな？あー、まあいいか。はにわくんのね、日が当たらない感じになっちゃいますけどね。ここに、ワイデザインを貼る。なるほどねー。これで、ザリティ貼ると。これいいね。これいいじゃない。これじゃあさ、お当番会の住民の家の前に、これを勝手に立てて、で、似顔絵をさ、つけていこうよ。これ完全におじさん住んでる家だもんね。おじさんじゃないけどね、住んでるのは。ずっぽし美少年だけどね。これはいいな。デザイン看板超いいな。これガリガリんちの家の前にさ、貼ろうよ。俺んちは何がいいかな？やっぱザリガニくんかな？ザリガニくんね、本当に気持ち悪いんだよね。ザリガニ、ザリティの方がいいな。うん、いいんじゃない？かなりいいね。よし、じゃあ、4月18日は終わりにしよう。問題は、ハニワくんに話しかけづらいってことだな。